日本を代表する食文化の一つとなった回転寿司。敷居の高い高級料理だったお寿司を現代のファーストフードに変貌させた。回るお寿司は止まらない。その市場はなんと5000億円とも言われております。しかし年々増え続ける店舗の数、今や市場は飽和状態。まさに食うか食われるかの戦国時代。うまい安いは当たり前。客を呼び込むためには巨大イケスも作れば、子供相手におもちゃも回す、あの手この手の企業戦略。そんな中、売り上げを伸ばし続ける2つの回転寿司チェーンがありました。果たして長引く不況を尻目に快進撃を続けるベンチャー企業の必勝法とは。よろしく。職人軍団、わずか1年半でズブの素人を一流の職人に鍛え上げる回転寿司版虎の穴。叩き込まれた職人魂で客を呼び込む寿司を生み出す。その職人軍団に訪れた最大の危機、新店舗の目と鼻の先、業界最大手が同時オープン。決して負けられないこの戦いに社運をかけた秘策とは。一方、食の街大阪、職人に頼らずハイテクを駆使したその設備で劇的に売り上げを伸ばしているという寿司チェーンがありました。そしてこの春、このハイテク軍団が満を持して激戦区東京へ進出。やった。初陣を控え、社長はこう言い切った。関東の回転寿司さんはレベルが低いですね。怖くない。果たして大阪の味は東京に通用するのか。次々とオープンする新店舗。ここ何しとんねん言うとんねん。そこで私たちが見たものはあまりにも壮絶な舞台裏でした。回るお寿司のその一皿にかけた技と知恵、生き残りをかけた戦い。忘れちゃうのかよ。安いだけでは生き残れない2002年回転寿司戦争に完全密着。この番組はNEC とご覧のスポンサーの提供でお送りします。埼玉県を中心に33店舗急成長を続けているチェーン店があります。その名はガッテン寿司。見てください、この豪華さ。うまそうだ。でも少々高そうな寿司。回るお寿司は91種類。こちらの売れ筋は240円から500円の皿というから、一皿100円の店も増えたこの業界でかなりお高い。まあ、それでもお客さんの皿を取る手は止まらない。普通の日でも1時間待ちは当たり前。そこまでして食べたい回転寿司とは。やっぱりネタがいいですね。他のところよりも種類もたくさんあるし、すごく美味しいです。とにかく美味しいなと思って。なるほど。回転するレーンの中でお客さんの目の前で新鮮な魚がさばかれて次々と握られている。威勢のいい職人が握るお寿司は高級寿司店と変わらないほど。これこそがガッテンの狙い。いいものを食べたいと願う客、その心理をとことんくすぐる演出なのです。一皿400円の中トロも決して高くはないと思えてきます。ことは1人3000円ですか。かなりいいお値段ではありますが、お客は後を絶ちません。事実、売上は5年前のおよそ4倍。そんな右肩上がりで急成長のガッテン寿司、その司令塔とも言うべき場所がこのビルの一角にありました。ここに人呼んでミスターガッテンとも言うべき男がいました。いました。2000人の従業員を鶴の一声で動かす男、常務取締役総料理長森信明。この取締役とにかく忙しい。ネタの仕入れはもちろん、新メニューの開発まで全てを取り仕切り、ガッテン寿司をここまで育て上げてきた。そんな森には回転寿司戦争を勝ち残る勝算があるという。人間ですから、美味しいものは絶対食べたいわけなんで、これからやっぱりそういう老人社会になってくればね、やっぱり量は少なくてもやっぱりいいものを食べたい。どんどんお金持ってるわけですから、
うまいものには金を出す、それが今の客なんだと言い切る森の姿がここ夜も明けきらぬ市場にありました。回転寿司である限りべらぼうなお金は取れない、だが舌の肥えたお客も満足させたい。森は自分の足と舌を使って仕入れに命をかけてきた。安いものを見つけて買うのではなく、うまいものを見つけて安く仕入れる、これが森の鉄則。キロいくら？キロ6号、はい、6号か。森がこの日目をつけたのは青森産の1キロ650円のホッキ貝。3号ですか。いや3号押しの強さで泣かす代わりに大量に買い上げる、こうして信頼を築いてきた。森がうまいと思った食材のみが33店舗へ送られる。このこだわりががってん寿司の人気を支えてきた。開店する1時間半前、一斉に魚はさばかれる。生きた状態で市場に届き、出荷直前に締められた魚は新鮮そのもの。午前11時半の開店とともに客席は埋まる。そしてお客さんの雰囲気を見計らって板前さんがひときわ大きく呼びかける。森が今朝市場で買い叩いた、あ、いや安く仕入れた自信のネタ、青森産のホッキ貝。1キロ650円で仕入れていればこの値段では到底客に出せない。そして丸ごと1本の魚を仕入れるからこそ作れるあら汁、売り切れ御免の味です。どうですか、このお客さんのうまいの顔。これを作れるのはさばいて握れる職人がいるからこそ。どんどん職人を減らして、逆にそのパーソンアルバイトで回そうという方向性が流行っている中で、自分たちの店ってのは逆にそういうことを何て言うかな、教えて、そんでそういう育ててってやるから、ある面でマイナスの方向が多いわけじゃないですか、商売としては時間もかかるし金もかかるしみたいな。叩き上げの職人だった森、その腕を見込まれ15年前がってん寿司の創設に誘われた。安いだけの回転寿司なら断っていたという。そんな森が3ヶ月に一度ハッピーに袖を通す。普段板場に立つことのない森が見せる職人の顔。寿司のうまさは職人の腕によって決まる。望むは社員技能試験。はい、ガッテン寿司の板前はこの試験をパスしない限り昇進もなければ昇級もない。年齢も入社年数も関係ない徹底した実力主義。じゃあ用意スタート。職人たちには4つの課題が与えられる。その昔、一人前の職人になるには握り5年巻き3年と言われたもの。しかしそれを1年半で仕立て上げる。店舗を増やしていくには職人の養成が絶対条件。20代前半の受験者がほとんどの中、1人35歳の男がいた。大久保克則さん、大学卒業後大手の自動車販売会社に就職したが、手に職をつけたいと1年半前ガッテンの門を叩いた。家に帰れば2児の父親。上に上がらないと今よりいい生活はできないんです。もう少し頑張って。柳田終わりました。はい、17分33秒。はい、多く終わりました。17分38秒。重要なのは切り身の大きさ、規定は16グラム、許される誤差はわずか1グラム。14、はい、参ります。1グラム多ければチェーン全体で年間1000キロ、150万円以上が泡と消える。反対に少なければ客は離れる。16、 OK。 3、この試験を受けられるのは各店舗の店長が推薦した実力者のみ。問われるのはスピードと正確さ。それぞれに特訓を積んで臨むが、合格率はおよそ10人に1人の超難関。ほとんどの受験者が涙を飲むのが最終第4科目の握り試験。3分間で17皿の寿司を握る。
実は大久保、過去4回ともここでつまずいてきた。じゃあ行きましょう。ラビジョッチ、よーい、スタート。17皿を握り切るために大久保は休日を返上。夜遅くまで練習を重ねてきた。30秒。しかしなぜ3分間で17皿というスピードが問われるのか。それは満員御礼の店に行けばよく分かりました。どうですこの鮮やかな手さばき。次々と寿司に手を伸ばす客に追いつくためにはこのスピードが要求されるのです。客を決して待たせない、ひいては店の回転率も良くなる。人気回転寿司の宿命、それが3分間で17皿。はいよ。特訓の成果か、2分が経過した時点で12皿、残り1分であと5皿。50秒2 3 4 5 6 7 8 9 10。合格まであと一貫。さっきも言ってたから形ができたよ、これ。例えばこう。だが早く握れるのは当たり前、森は見た目の美しさにもこだわる。まあ全体的にそう、パッて見ただけでもう美味しさが美味しいなと思ったら、もう頭が美味しいと感じるから、もう食べても美味しく感じるわけよ。初めからまずそうと思ったらもうまずいんだわ、これ。森はこの試験に関しても決して妥協することはない。ここなのよ、言われたことをちゃんとやってくれば受かるんだから。そんな難しいことじゃないんだからとお願いしますよ、ね、よろしく。人口11万、群馬県桐生市。ここにガッテン寿司の新店舗ができると聞きました。だが思わぬ展開、同じ街道沿いに他の回転寿司チェーン店が出店を決めた。しかも同じ日にオープンするという。業界最大手のかっぱ寿司、店の大きさはおよそ3倍。全国に150店舗を持つかっぱ寿司、年間売上は実に400億円。規模も知名度もはるかに勝る全皿100円。子供向けのメニューに力を入れ、家族連れには根強い人気を誇る。ガッテン対カッパ、誰もがこの戦いの育成に注目していた。ますますこの男から目が離せない。やはり向こうも、うちがまあ回転するという情報は言ってると思うんですね。それに対してやはり向こうもいろいろある程度こう対策を練って、やはり同時オープンということですね。僕も初めての方向性なんで。会議中、森に一本の電話が入った。嘘、本当。相手は取引先の仕入れ業者。いいじゃないですか。分かりました、分かりました。内容はかっぱ寿司の最新の情報。はい。で今はですね、まあ、情報としてですね、かっぱはですね、その29日本マグロフェアをやるという話がこう来てると。いくらぐらいで仕入れたくさんやってるんだろう。まあまあそれは分かんないですから。向こうはじゃあマグロを、本マグロを売ってくると。それ1週間か2週間か分かんないけど、うちは本マグロも売るけども、何かそういう一つのプラスアルファの、イベントを考えて。同じ本マグロでしょう。しかし森が幹部に求めるのは、敵の知名度に対抗して客を呼ぶアイディア、インパクトのある企画。3週間後、森が動いた。実務は森に一任している社長の大島も同行とはただごとじゃありません。向かったのはテレビの収録スタジオ。最大手かっぱ寿司に対抗するための森の秘策、それは私たちの予想をはるかに超えていました。失礼します。失礼します。あ、どうも、ラテン寿司。あ、よろしくお願いします。どうぞどうぞ。どうぞ。マグロといえば松方さんだろう。森が私たちに言い残した一言、一体何を企んでいるのか。なんと森は松方弘樹にマグロを釣ってきてほしいと持ちかけていた。結果いかがでした。
釣りっていうのはやっぱり難しいんですよね。いざまあやってみるとそう簡単に釣れないということなので、まず釣りは難しいだろうということです。はい、つんくがモーニング娘。をプロデュースするようにガッテン寿司の創作寿司を俺がやろうじゃないかと言ってくださいました。はい、いい舞台ができればなと。はい、同時オープンする業界最大手への対抗策、職人の腕に自信を持つガッテン寿司が選んだのは意外にも大物芸能人の起用。逆に松方から提案があった。今まで誰も見たことがないマグロを使った創作寿司を作ってみては。早速各店舗から9人の精鋭が集められた。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。森が言い渡した条件は2つ。1つはカッパと同じマグロを使うこと、そして誰もがうまいとうなる寿司であること。集められた9人はメニューの開発で森に一目置かれている幹部たち。味はもちろんのこと、目でも楽しませる寿司を目指す。バーナーで焼かれるのはマグロの上に乗せられたチーズ。マグロで巻かれた中身はアボガド。この中トロはお湯に通し氷水で締めたもの。職人が試行錯誤を繰り返して生まれた執念の寿司、それを自らの舌で確かめる森。客を引きつける寿司へ進化させる、そのためには一丸となって知恵を絞り改良を重ねる必要があった。開店を5日後に控えたこの日、本部に松方弘樹が現れた。おはようございます。よろしくお願いします。あ、1,2,3,4,5,6,7種類。あ、はい、これは責任重いな。職人たちが何十皿と作った寿司から7皿が生き残った。この中から一つを選ぶ。これは一応本マグロのトロの、はい、で上にですね、甘味噌、味噌とあと大根おろしですね。食通で通る松方をうならせる寿司はあるのか。これは幽霊つけるの難しいね。難しいな。そして迷った挙句選び出した一品は、この炙ったやつ。はい、これはぜひ美味しいです。はい、で一番、はい、やっぱこれ一番、はい、炙ったやつ。はい、本当美味しいよこれ。はい、食べた。はい、美味しいよな。さらに松方の意見を取り入れ完成したのがこちら。4本の細巻きの上に塩コショウで味付けして軽く炙った中トロを4枚、季節の野菜と白髪ネギを添える、美味しさ証明ロールの名がついた。はい、お願いします。芸能人をも巻き込んだ回転寿司戦争、これで打倒かっぱ寿司を目指す。その頃、群馬県桐生市の新店舗ではアルバイトの研修が始まっていた。全員が地元の女子高生。あ、音立てない、うるさい。そっちもやる気あんのないの、声全然聞こえてない。分かんないことないよね。入店から会計指導に当たるのは本部から派遣された手塚由美。わずか5日間でガッテンならではの接客術を叩き込む。立っているのは木島さん、何のためにホールにいるんですか。何のためにあなたたちはホールにいるの。お客さんに。お客様。お客様に。うちは絶対にお客様です。お客さんなんてこと言いません。お客様。研修中でも730円の時給は支払われ、職人同様お金と時間をかけた教育。会計は次第にお願いします。ありがとうございました。あなさん、あと見なさい、お客様を見なさい、見てください、ね、まっすぐに見る人、いつもこういう風に見てるふりだけしてるだけだよ。見てないです。どうしてこういう、お客さんで、あ、いやお客様への目線にまで気を配った教育をする。言い訳もさせない戦場のような訓練。そうじゃなかった、見下してるように。
にしか見えないんですお客様を、はい、分かる、はい、その目線上げなさい、上げてごらん、上げる、そう、ここに森が現れた。職人の腕に妥協を許さない森、アルバイトの接客に関してもそれは変わらない。彼女たちの対応一つで店の雰囲気は決まってしまう。お店の顔となる彼女たちに元気が足りない。活気あってこそのガッテン寿司だ。13番に席空きました。ガッテンショーツ、その声で聞こえる。13番に席空きました。13番に席空きました。それを直してほしいって言ってるのさっきから、はい、今日それが課題でしょ。無駄な時間を何時間過ごすんだよ。泣くんなら帰ってね。分かった。泣く、なんで泣くの。泣きたい。悔しくないの、こんなに叱られて。はい、悔しくないの。悔しいです。じゃあやってね。私も言いたくない。どうでもよかったら、どうでもよくないでしょ。あなた29日ってことオープン迎えるんでしょ。ねえ、あなたが感じ悪いスタッフだと思われたら困るんだよ。わかる？そのために言ってるの。何回も何回も同じこと。ねえ、どうでもいいならもう言わないから。ねえ、やる気あるの？ないの？あります。じゃあやってください。もう言われない。悔しいと思ったらやってよ。ね、二度と言われない。分かった。回転寿司戦争春の陣、開店まであと3日。泣いてたんでトレーニングなんないんだからね。回転寿司発祥の地といえばここ大阪。食い倒れの街で今大旋風を巻き起こしている寿司屋があると耳にしました。それが大阪を中心に50店舗を構えるくら寿司。味にうるさいなにわっ子の支持を集め、店内にあふれるのは家族連れの客。どれをとっても一皿100円の寿司。100円玉1枚でウニ、トロ、イクラまで楽しめる。ところがこの店、職人さんの姿が見当たりません。威勢のいい声の代わりに店内に響くのはピッピッという電子音。子供たちが夢中になっているその音の正体は、その名もタッチでポン。画面の中を泳ぐ魚たちに触れると寿司ネタの情報がポンと出てくる。はい、イカ、高タンパク低カロリーでダイエットにおすすめ。イカは驚くと墨を吐いて逃げるんです。タウリンの力でコレステロールもやっつけます。これ注文もできる優れもの。そして厨房を覗くともっと驚きました。寿司を握っているのは職人さんではなく寿司ロボット。3分間で17皿どころか、こちらは3分で50皿。しかも誰がやっても同じ寿司。そのスピードと正確さは熟練の職人さんもかないません。寸分たがわぬ寿司作り、まさに寿司の工場といった趣です。店内でお客さんから注文された寿司を送り出すのも機械の仕事。注文したお客さんのテーブルへ自動的に送り出されていくのです。そしてレーンの寿司を見つめるこのカメラ、これ防犯用のカメラなんかではありませんでした。もしもし、おはようございます。業務の坂田ですけれども、お疲れ様です。すいません、中本なんですけれども、ちょっとお寿司の量全体的に少なくなって、カバーできなくなってきているようですので、至急お店の。実はこの部屋で50店舗すべてを監視しているんです。お客さんの入りに合わせお寿司の量をコントロール。いやー、驚きっぱなしであります。ハイテクを次々と取り入れ、くら寿司を大躍進させているのがこの男、社長の田中邦彦。そのポリシーはシンプルで明確。むしろ職人さんは経験なされてとる方はうちは採用させていただいてないです。あくまでもですね、管理なんですね。だからストアマネジメントっていうのは管理をするわけですから、職人さんでは困るわけですよ。
こちらのお客さん、そろそろご生産のようでありますが、回転寿司につきもののお皿の山がありません。お勘定これどないしまんねん。実は各テーブルの投入口にお客さんが自分で食べ終わったお皿を入れるというと、自動的に枚数をカウント。お皿はレーンの下を流れる水に乗って洗い場へ直行。お皿を数える手間、片付ける手間がこれでなくなり一石二鳥。テーブルの片付けも早いから客の回転率も上がる重宝もの。さらに投入したお皿が5枚になるというと、ルーレットが回り当たりが出るとビックラポン。実はこれにはなにわあきんどの緻密な計算があったのです。考えてるよ、これは絶対に。もう5皿で当たるかな思って無理しても食うもん。やっぱり食べて、おっちゃん今日お母さんのお腹いっぱい、お父さんのお腹いっぱい、まだいっぱいよ。お父さんは無理してもう1皿。こうして1テーブルあたりの平均枚数を38枚から40枚へと伸ばしました。まあしかし肝心のお寿司が美味しくなければ客は来ない。関西での一番人気のネタはハマチであります。社長自ら産地まで足を伸ばしまして自分の目で確かめる。寿司ネタは全て社長が吟味したもの。これを最高の状態で客に出すためにも田中はハイテクにこだわっておりました。カウンターのすぐそばに奇妙な機械を発見。あ、お寿司が捨てられております。もったいないようでありますが、回りすぎた寿司はまずい。一枚一枚の皿をコンピューターで管理してネタが回り始めて40分が経過するというと自動的に廃棄してしまいます。関東の回転寿司さんはレベルが低いですね。そう断言する田中社長の背中に並々ならぬ自信と意気込みが感じられる。したがってですね、去年末から繰り返し行われてきたこの会議、その中に我々が乗り込んでいくわけだから、適当なものは絶対に出せないし、我々の力を試すことにもなると思う。蔵にとって全国制覇の足がかりとなる東京進出、それが目前に迫っていた。激戦区での勝算、それはハイテクマシーンでもなく子供を楽しませるビックラポンでもない。揚げたてのシャリ、そう、この温かいシャリこそ蔵寿司の味の原点。人肌の温かいシャリと冷たい新鮮なネタとの組み合わせ、無添加にこだわったシャリの味を少しでも安く提供したい。ハイテクを駆使し人件費を削減してきたのはそのためだと田中は言い切る。ハイテク社長の原点、温かいシャリ、それは田中が生まれ育った岡山で祖母が作ってくれた味でもありました。これ東京に作ったことは一から始まるじゃないですか。ここで、ね、値段を100円じゃなくても、ね、まあ、120円とかにしても別におかしくはないと思います。考え方としては値段をちょっと変えてそのぐらいの価値はあると思うんですけど、その考え方がダメだと思うんだよ。それがダメなんだ。それが出身度なんよ。そんなアホなこと言うな、バカだれ。だからこの寿司飯は人肌のぬくもりっていうのは我々の伝統文化なんよ。東京進出にあたり、その切り込み隊長として社長が白羽の矢を立てたのは入社4年目の斉藤武彦。入社以来社長に経営哲学を叩き込まれ、マネージャーとして育てられてきた。日程見たらね、別に本部で、この1年は5店舗の管理を任され、その売り上げを着実に伸ばしてきた。まさに社長の秘蔵っ子。いけるんか、乾杯。向こう行ったら自分は別に倒れても店は絶対崩さないように、くら寿司の名前は。斉藤は社長の期待、同僚の激励にわずか1ヶ月半で答えなくてはならない。僕らの旋風をですね、東京で巻き起こしてほしいなと思います。そんな斉藤を励ますかのように、例年にはない早い春がやってきた。東京八王子、実は斉藤、この秋に結婚する予定だったが、いつ大阪に戻れるかわからない。
状況2日前に急遽式を挙げた。ことぶき退社を予定していたマリコさん、急には仕事を辞められず、引っ越しが終わると大阪へとんぼ返り。甘い新婚生活を投げ打って斉藤の挑戦がこれから始まる。関東進出への拠点、八王子は人口52万人。立ちはだかるライバルは回転寿司だけではない。見知らぬ土地に単身乗り込んだ斉藤、29歳、春の陣。店舗はインターチェンジの目の前、立地条件は悪くない。総工費1億3000万円、やがてここに160席のフロアが完成する。そこを客で埋めることが斉藤の使命だ。いけそうです。店長として最初の仕事は150人が必要とされるアルバイトの募集。東京では知名度がないくら寿司、地元大阪では考えられない出足の鈍さ。昨日ですね、面接1日終わったんですけど、20人ぐらいしか取れてないんですよ。はい、それで結構少ないですよね。やばい、はい、やばい。その一言がこれからの斉藤の全てを言い当てていた。開店まではあと3週間。アルバイトすら集められない斉藤の焦りをよそに、蔵自慢のハイテク設備が次々と運び込まれていた。店舗は着々と完成に近づいていく。仕事場とアパートを往復するだけの日々。開店までにやることはあまりにも多すぎる。部屋で仕事をしながらつい取り出すのは、大阪駅でもらった仲間からのメッセージ。状況から早くも1ヶ月が過ぎました。風雪に耐える蔵をイメージした店舗は無事に完成した。カウンター20席、テーブル138席。関東進出第1号店、開店まであと5日。おはようございます。おはようございます。壮絶な人数ですけども、今日から、阪神ファンの来てる。誰もいてない。お前、ごめん。おそらく今年優勝すると思うんで、くら寿司も東京でね、成功して、日本一になれるように。総勢120人、かき集めたアルバイトの研修がスタート。食材が届くのはオープン当日。ネタの代わりに段ボールの切り身。こちらは新鮮ピチピチのハマチに見立てた粘土。なにわ飽きんど、練習ごときに金は出さない。美味しそうなすまし汁は熱いお湯。気ぃつけるよ。熱いから。いけるね。じゃしかし、くら寿司の命でもあるシャリだけは本物を使う。炊き上がると斉藤をすかさずチェック。取り出したのはなんと温度計。徹底した管理にこれは欠かせない。素早く炊きたてのご飯を酢と合わせシャリにする。しかし段取りが増えるとどうしても温度は下がる。それを食い止めるために、もうこれでパッとかぶせてた。温かい人肌のシャリ、それがくら寿司の生命線。多分ちょっと驚かれることはあると思うんですけど、ぬくいシャリで冷たいネタでを食べてもらった時に、多分あこっちの方が美味しいわって多分思ってもらえると思うんで、はい。空
器に触れる時間が長くなればそれだけシャリの温度は下がる。それは軍艦わかります？軍艦のロボット、はい、閉めろ、閉めろ、はい、軍艦のロボット。このシャリがレーンに乗って客の口元に運ばれるとき理想の温度は36度。めちゃめちゃ温度下がってますね。なぜか10度近くも下回っている。これだとお客さんのとこ行ったら絶対美味しくない。入社して4年、大阪ではこんなことは一度もなかった。なぜなんだ。はい、これなんでですかね。シャリが冷たいんですよ。斉藤を悩ませたのはシャリの温度ばかりではなかった。うわ、なくなってるやん。これなんで全部使ってん。ちょっと待って、なんで全部使ってんねん、シャリ。大阪からの応援スタッフも慣れない土地でミスを連発。これなんで全部使ってんねん。勝手にすんなよ、はい、実験やってんやから今。ちょっともう厳しいわ。ちゃんと綺麗にしてくれよ、整理整頓してくれよ。お前言うとったんちゃうんか、お前工場店長むちゃくちゃやるって、はい、スタッフの動きもシャリの温度も思うようにならない。目の前に迫った開店の日、この1号店がくら寿司チェーン関東進出の命運を握る。今正念場。東京に来て1月半、斉藤の帰宅はいつも深夜0時。食べていいですか？この日大阪から嬉しい知らせが届いていた。奥さんのお腹に赤ちゃんが。斉藤は父親になっていた。オープンを翌日に控えたガッテン寿司。ここやる気あるのないの？お客様お見えです。やる気あるんですか？お客様お見えです。あるんですか？お客様何名様？相変わらずのあの手厳しい声が響いていました。じゃあどうぞ出して、声出して。三重様8番ご案内お願いします。達成者、お待たせいたしました。しかし何もできなかった女子高生たちが変わっていました。もはや何度泣いたかわからない。辞めていく仲間も多い中、土壇場になって足並みが揃い始めた。ありがとうございました。288円。トレーニングの成果が気になっていた森。ありがとうございました。友達と会う感じで、はい、友達だなと思った笑顔を出してます。もう何歳って笑顔が一番、はい、頑張って。はい、はい、5日間にわたる研修が終了。あの手塚さん、実は彼女たちと同じ女子高生の母親でもありました。お母さんにね、泣かされたって言わないでね。でもお金をもらうということは大変なことです。お母さんもお父さんもこんな大変な思いをしてお金をいただいてるんだよ。初めてわかるでしょ、大変なんだなっていうことを ね、しっかりと。それは経験したからこそ身にしみる言葉。決して悔し涙なんかじゃありません。お疲れ様でした。ガテンション、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。開店当日の朝、桐生の長官に2枚のチラシが舞い込んだ。一つは創作寿司で勝負するガッテン寿司、そしてもう一つは一皿100円のかっぱ寿司。ガッテンの売り上げ目標は120万円。劇を飛ばす森、それはまさに勝負師の顔。さっき全然さ、寿司を流すとこればっかりなんだから、これはいいんだけど、こっちも返さないと。ありますよ。ガッテンします。この日のために編み出した松方弘樹お墨付きの創作寿司もついにデビュー。それではオープンしますので、お願いします。
その瞬間、50席余りのカウンターが埋まった。気をつけてお待ちください。女子高生たちも元気にデビューしている。お願いします。そして、あの頑張っていた女の子も。気になるのは松方さんおすすめの創作寿司。これがレーンに乗った時の迫力は凄まじい。見たこともない寿司。そのインパクトに釣られて客も自然に手を伸ばす。ボリューム感たっぷり。しかも味は保証付き。ここでしか味わえない究極の寿司は売れています。食べています。合点の出陣。それはかなり順調に見えた。一方、同時オープンしたかっぱ寿司、街道には寿司渋滞まで起きていた。その勝負、受けて立つと言わんばかりに子連れの客を吸い込んでいく。今日は通常のオープンに比べると、いやちょっとやっぱり弱いですよ。もっと混んでますから、朝からね。これからだと思います。カッパのこの日の売り上げは172万円。一方、合点の売り上げは160万円。両者とも目標を超え、閉店時間を1時間延長した。しかし勝負はまだ始まったばかり。生き残りをかけた戦いの幕開けだ。そして八王子、関東に進出した大阪くら寿司もいよいよ決戦当日を迎えた。失敗続きの人肌のシャリに悩まされた斉藤店長の表情は固い。開店まであと5時間。見たことのない機械が登場した。大阪から東京に進出したくら寿司、開店の朝シャリの温度が下がる原因が分かった。東京用に米のブレンドを変えたことによる炊きムラ。水の量を変えれば問題は解決するはず。こうやって何回も測り続けたシャリの温度、理想的な数字を示したのはなんとオープン2時間前だった。これなら社長のこだわりに応えることができる。斉藤の焦りが土俵際いっぱいのところで解消された。開店の直前、くら寿司の社長田中が大阪から駆けつけた。挨拶もそこそこに田中が向かった先は厨房。気がかりなのはくら寿司の命、シャリ。シャリの温度、その変化を舌で追う。これで30個取り取ったら爆風になる。それも気がない。社長のゴーサイン。今から作っていてくれ、どんどん。ほんで11時15分になったら案内するからな。OK か、どんどん作ってみて。開店30分前、早くも外には人が押し寄せていた。最後まで手こずらせた人肌のシャリ、この上に冷たいネタが乗る。大阪を離れ1ヶ月半、斉藤のさまざまな思いを乗せ寿司が回り始めた。初めての東京、自信と不安が交互に送り出されていく。オープン初日なら客は集まる。しかし気になるのは温かいシャリを食べた後の反応。大阪の味は東京に受け入れられるのか。初めはちょっとびっくりしたんですけども、でも美味しいと思うんですね。それが握りたてだったらすぐ分かります、ね。はい、よそで食べれる、すごく美味しい。だってこの人にお寿司屋さんだもん。だからすごく美味しいね。うちのお寿司よりよっぽど美味しい。そしてくら寿司のもう一つの武器であるビックラポンも健在。
反応はすべからく OK。 閉店予定の夜9時を過ぎても客の回転は止まらない。席を立とうとしない客の数だけ回転寿司業界の勢力図が塗り替わる。来客数1354人、1万2000枚の皿が回った。できる限りのことはやったと思うんで。しかし斉藤には10月までにあと5店舗の立ち上げが待っている。大阪にはなかなか戻れそうにない。うまい安いは当たり前。今日も全国でおよそ6500店舗の回転寿司屋がしのぎを削る。一皿に込められた意地と情熱、回転寿司戦争に終わりは。